今日は福岡、本当に快晴ですね。最近快晴の日が多いですよね。それで今日は実は前甥っ子たちが遊びに来た時に甥っ子がちょっとメガネを買ったので、私も今メガネ7年ぐらいしてるので新しく作ろうと思って実はメガネを買いました。で本日はそのメガネを取りに行こうと思います。まあ、ちょっと動画に上げるほどのことじゃないんですけれども、すいません。ここはですね、福岡の東区になります。でこれ幹線道路なんですけど、福岡県の人口自体が県としてはまあ510万人くらいいるんですね。そしてその福岡市だけ見ると159万人、まあ約160万人くらいはおります。でこの今走ってる東区ですけれども、実は中央区とか博多区とかいろいろありますけれども、その中でも東区が一番大きくて30万人以上いますね。そこはまた本当にもう大きな区でいろいろなものあるんですけれども、残念ながらちょっと特色がないですよね。私転勤でいろいろ行ってますけれども、こういう大きな道沿いっていうのは、道路沿いっていうのはほとんど変わらないですね、どこの都市も。まあ、田舎の岩手でも、また茨城でも千葉でも埼玉でもほとんど変わらないっていうのがちょっと特色ないの寂しいですよね。取締りポイントに注意してください。注意しないとダメだな。まあ、いずれにしても東区っていうのはすごい住みやすくて、福岡自体が住みやすいのでかなり気に入ってる街ではあります。いや、それにしても本当にちょっとしつこいですが変わらないですよね。右手にすき家があって、まあ、全国チェーンの本屋があって、まあ、ちょっとあえて言うならあれですね、博多ラーメンの店がちょこちょこあるっていう感じですかね。でこれ右手に出てくる丸亀製麺もこれ全国チェーンですよね。それであとホンダ、スシローなんかそうだし、これミスターマックスって左奥に見えるんですけど、このミスターマックスもこれ 全国ですかね。多分全国だろうな。福岡のイメージはかなり強いんですけど、まあ、これ全国なんだろうな。本当にこういった感じで本当他の都市と全く変わらないっていう感じですね。でこの先には洋服の青山とかありますね。でこの七の高山って左手に見えたかもしれませんけれども、ここはちょっと福岡ですよね。福岡で有名な七屋さんですね、昔からある。この七の南なんかもそうですね。で左この先行ったら太宰府、右箱崎で、まっすぐ行きましたら空港ってことになります。で結構福岡飛行機見ますよ、やっぱり空港近いので、まあ、裏返したら危ないっていう言い方もできるんですけれども、飛行機かなり見ることになって結構幸せですね。私飛行機乗るのは嫌いですけど見るのは好きですから。でだんだん街に入ってきましたね。でエネオスで、左側に餃子の王将で、洋服の青山、これもやっぱり全国同じですね。で大体青山の近くに、まあ、春山、右斜め奥に紳士服の春山見えますけれども、こういった春山という店も全国ですよね。でくら寿司、ちょっと残念ですねこれ。福岡もで博多ラーメンの店が意外と、あ、すいません、ありがとうございます。ここでだいぶ骨あたりが柔らかくなって、あ、もうかなり、はい、で、あとはちょっとここで巻き込みを作って、はい、ちょっと下がってこないようにしますね、はい。あの、そうですね、この、ね、はい、これを取る機械で、これはちょっと、それでは買ったメガネ見てみようと思います。
今日は実はですね、外に出てちょっと2個待たすことになるということで、2個は連れてきてません。なんか2個がいない車の運転っていうのも正直ちょっと寂しかったですね。なんかいつもいる相方がいないっていうのは寂しい感じもします。それじゃあちょっとメガネの方を見ていきたいと思います。買ったのはですね、ちょっと奮発したんですけれども、まあ、グッチですね。グッチのメガネを購入しました。それで、こちらですね。無色でグッチってなんだこの野郎ってなると思うんですけど、まあこれ、本当に10年ぐらい使うって考えたら、まあ本当に安いですね。コンタクトを使うよりもはかなり安いですから、まあ、グッチにしましたね。左手で開けるのって難しいな。なんかこれ、色が、緑色だ。まあ、私の高校の色も緑色。なので、まあ、なんか縁を感じますね。まあ、関係ないか。それで、こんな感じになってます。このメガネ、なんかすごい渋いんですよね。で、このメガネ選んだ理由は、この横なんですよ。この横から見たこの線。まあ、グッチっていうのはまあ正直言ってあんま好きではないんですけど、なんかこれかっこいいなと思ったんですよね。横から見て。で、実際かけて横見たら、意外とかっこよかったんで、買いました。まあフレーム自体はこれ 39,000 円ですから、とびきり高いっていうわけでもないですよね。まあこんな感じですね。で、これ遠近両用で、これ初めて遠近買ったんですけど、まあちょっと遠近ってどんな感じかなと思ったんですけど、まあ普通のメガネと同じですよね。で、ただ私視力がかなり悪いので、レンズがやっぱこう、わかりますかね？すごい悪いんですよね。厚いんですよね。あ、暑いというか、度数が高いんですよね、レンズの。で、ただ、その、ちょっとレンズを良いやつにしたんで、この牛乳瓶みたいな感じではなくて、手触れてんな。牛乳瓶みたいな感じではなくて、まあ、比較的、薄型っていう感じですね。薄いですよね、比較的。それで、なんか聞いたんですけど、私今までメガネかけて温泉行ったり、お風呂入ったり、で、メガネお湯で洗ったりしてたんですけれども、それやっちゃダメみたいですよね。だから、ちょっとこのグッチのメガネに関しては、丁寧に扱って、今かけてるメガネでお風呂入ろうと思います。ちょっと目が悪すぎるんで、お風呂入るときにメガネないと見えないんですよね、全く。それみんなどうしてるのかなってちょっと思いましたね。まあメガネの紹介は以上です。またかけていきたいと思います。どう。どっちがいいですかね。自分じゃよくわからないですよ。こっちと、こっちですよね。どっちがいいかな。こっちの方がいいような気するんですけどね。まあどうでもいいですか。